大して全然変わらないような普通な、なんか陸地かなと思うんですけども、ここは多分昔の船着き場だったのかな。早速行きましょう。これもおそらく船をつないでいたのかな。でこちらには麹島村役場と昭和48年8月に建てた。こちらが役場跡ですね。特殊な石が転がっています。行きましょう。
やいや、立派な石碑があります。中根名碑、で今日はですね、前回行けなかった場所に行きます。こちらです。前から気になってたんですけど、亀岩神社、そういうことは、この辺りは歴史が長いんですかね。ローキンの海岸保全施設は個人所有となっています。泥土、石を動かすと土圧が変化して石組みの歪み、不当沈下が発生して家屋の損傷の恐れがありますということです。いや、昔ながらの家ってことですよね。水門湾は新岡山港の管理事務所の管理管轄になると。だからまあむやみに、土を持って帰るとかそういうのは良くないということでしょう。行きましょう。今多分おそらく引き潮なので、かなり水が引いてると思うんですけども、実際はおそらく水に浸かった状態なのかな。これが亀の、これ海水に浸かった時に、亀が顔を出し、水面から顔を出してるような感じになるんでしょうかね、この感じ。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。